はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちら、大食い御用達戸川さんに来ておりまして、もちろんですね、こちらのお店さんは極太のね、ご当地うどん提供されておりますが、前回僕もいただきました。ただ今回はですね、ちょっとお稲荷さんのチャレンジに挑もうかなと思いまして、僕のね、目の前にもう見えておりますね。今回いただきますのが、このお稲荷さん60個チャレンジということで、重量で言うとおおよそ3キロぐらいで、できるかできないかは別として、制限時間は10分でね、設定してあります。これがね、何分食べれるかということで、本気で、スピード勝負でね、挑んでいこうと思いますけれども、本日はちょっとこの画面に見切れておりますガデュさんも一緒に、横でチャレンジ行いますので、ぜひですね、動画見てください、はい、すいません、3秒前からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、3、2、1、はい、リズムがよし、お願いします。じゃあ、いただきます。いただきます。いや、これ60個3キロやばいな。うまっ。うまいですか。うこれやばいかも。やばいかも。落ち着いて考えたら、これ1分に10個食わなきゃ間に合わないから、じゃあ1分に6個か。10秒に1個食わないと間に合わないんだ。食べてる場合じゃないよ。お立ちうまいけど、あっつ。
あ、ごめんなさい。あ、もう。じおー、危ねえ。すごい。きつ。で、ごめんなさい、本当に今回ちょっと早食いベースというかガチチャレンジでしたので、多分その稲荷のねもちもち感とか、お米のもちもち感とかもありまして、つまらないようにちょっとお茶、多めに飲ませていただいたりとか、スープもね、早めにちょっと飲ませていただいて、飲み込む形になってしまって本当に申し訳ないんですけれども、この後ちゃんとですね、この戸川さんといえば吉田のうどん、これをね、通常のメニューをしっかりと味わって食べさせていただきたいと思います。一旦ごちそうさまでした。ありがとうございます。早速ちょっと
僕の本日の言うたらメインディッシュですね、本当の一番人気のですね、この富士山うどんにプラス他、いろいろとトッピングも追加でいただきまして、これ出来立てをね早速いただきたいと思います。先ほどもこれお供にいただきましたけど、スープがまずうまい。あーうまいな、あーうまい。いりこかつお昆布かな、上品だな、うめえ。じゃちょっと早速このうどん、うわー久々のご対面だ大丈夫ですか？うまいやっぱうまい。いやでもやっぱうまいな。うまいですよ。これもうまいんだよな。レッドガーさんの卓上には揚げ玉天かすで、まあ、このあたりはもう本当に結構毎日しっかりと揚げて新しい油でね、もうカラッとしたものをご提供されてて、これも美味しいんですけど、それ以外にも、ね、特製のすりだねがありまして、前回来た時うちもこうお土産でいただいたんですけど秒でなくなりましたねうまくて結構ね、あの皆さんもこれすりだね入れる際は辛みと香りめちゃめちゃ強いので、あの少しずつ入れていただく方がいいと思います。本当にこの味でなっちゃうのでうめえうまい。やっぱりうまっ。続いてすりだねの赤ですね。よっ、あやっぱ赤うまい。うん。うまいな。じゃあその横で僕もごちそうさまでしたはい、ということで本日はですね、ガジュさんと一緒に一日をかけて山梨旅をしてきましたで動画で言うと、本日ですねこちら2軒目になるんですけれども、吉田のうどん戸川さんですね、とんでもない稲荷、それとですね、今回この一番人気となる、トッピングいろいろと合わせたおうどんをね完食させていただきました。本当に太くてコシが強くて、他では味わえないような、美味しいおうどんが食べられます。このおうどんなんですけども、富士吉田市の方のご当地うどんとなっておりまして、山梨県内でもですね、もちろん食べられるところ限られております。県外にもこういったおうどん出してるお店もあるかもしれませんけれども、ぜひですねこういったうどん食べてみたいなと思っていただけましたら、この本場に来てもらってね、この真上は富士山駅ということで、もう駅前どころか駅中になりますので、気になる方はですね車でも電車でもぜひ食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。